性格は何でできているのかっていうのをですね、一番最初に話します。2013年の5月5日ですね、もう7年前、大阪大学でですね、胃腸祭というのがあるんですね。胃腸祭っていう学園祭があって、その時に僕は呼ばれて講演しました。この講演の完全版はアーカイブに入ってますので、よければアーカイブ見てください。今日はですね、この講演を大体まあ7分から最大でも20分ぐらいにいろいろカットして配信して、で、その配信を僕も一緒に見て終わったらですね、生放送ですね、この放送の中で解説を加えようと思います。質問があればですね、この YouTube もニコ生も全部僕今コメント見れる状態ですのでですね、そっちの方で質問してくれたら後で答えれると思います。最初はですね、性格とは何かっていう、概論ですね。で、あらかじめ断っておかなきゃいけないんですけども、大阪大学の講演なのでですね、大阪弁に僕完全に戻ってるんですよね。なので、まあ、お聞き苦しいところもあるかもわかりませんけど、まあまあ聞き流してください。それでは大丈夫ですね。それで大阪大学の講義ですね。まあまだかなり痩せた頃の僕が話しています。それでは講義スタートです。多分、人間というのはこういう構造でできれるっていう模式図を僕は以前考えたことがあります。一番上にキャラクターというのがあります。つまり皆さんに相対している部分ですね。どんなキャラだっていう。じゃあ皆さんも多分それぞれキャラがあると思います。ないっていう人はキャラがまだ見つかってないとか、キャラが薄いとか、特定できないっていうことなんですね。このキャラの見つけ方に関してはちょっと今日の話ではないんですけども、おそらく皆さんから今見えている僕のキャラクターというのは、なんとなくお話しするのが好きで、なんていうの、小太りでですね。で、まあ中年男でみたいなキャラやと思います。これが一番上のキャラですね。僕で言えば話するのが好きになっちゃうのかな。話好きっていうキャラがありますよ。で、このキャラの一段下に、見た目っていうのがあります。一番最初に誰かに相対するときっていうのは、まずパッと見た目。なんですけど、その上にキャラクターが乗っかっているわけですね。だからすごくペラペラ喋るやつとかですね、暗い雰囲気のやつとかいろいろあるでしょうけど、キャラクターなんですけど、その下の層に見た目っていうのがあります。で、この下にですね、まあ、こういう構造に動かされてしまうんですけども、行動で、これは後でちょっと上下逆転しますね。教育生い立ち。その人の、キャラクター把握のもっと原点になるもので、どんなその人は立ち振る舞いをしているのか、動きをしているのかですね。せかせか動いたり、落ち着いていたりですね。もしくは体の一部分がなんかちょっと動かなかったり、いろんな行動のパターンがあると思うんですけど。で、どんな教育を受けているのか、教育をどのように受けているのかによって、おそらくボキャブラリー、言葉の使い方の複雑さとかですね、四文字熟語の多さとかですね、言葉の中に入ってくる外来語ですね。例えば僕今日話しながら、ボキャブラリーって言葉が今まで使った言葉の中で一番難しいぐらい外来語が少ないです。これは僕が受けている教育程度が割と低い目のところに設定されているからですね。生い立ちです。今僕は標準語で喋ってますけども、注意をしたとすぐ大阪弁に戻っていきます。これは大阪に行ってて、大阪出身やからですね。大阪にいててっていう言い方です。こういうふうにですね、その下にですね、属性、まあこれ主に性別とか国籍だと思うんですよ。その人間を特定する個性みたいなものの話を今してるんですけど、一番上のパッと見た第一印象から見て、これ上の方から人が見てると思うんですよね。上の方から下に向かっていくんですよ。キャラクター。その次に見た目。その次に行動とか教育とか生い立ち源を見て、その下に言われると属性っていうのが関わってくる。で、さらにその下に、性格というのが、ここまでちょっと一回。はい。
上からですね、人間というのはどういうふうに他人を見るのかです。まずはキャラだと把握して、次に見た目。その人の行動、教育、生い立ち、属性、男か女か、もしくは何国人か。で、性格ですね。僕らはこういうふうな順番で、心が、行動ができています。で、この下にですね、全人類共通の本能というのがあるわけですね。これはあんまり一言に変わりません。もう生き物ですから、男であろうと女であろうと老人であろうと子供であろうとあまり変わらないです。で、この間に僕があると仮説しているものが今日お話する一つのタイプです。欲求の偏りですね。なので、僕らはですね、ついつい外面だけで人を判断するとかですね、内面でもっと見てくれっていう場合っていうのは、主にこの、ここを使うわけですね。これが、僕らが考える外面です。で、僕らが考える内面っていうのは、このあたりです。もっと内面的な自分っていうか、自分の中身を見てくれっていう時っていうのは、性格とかですね、どんな風に生まれてきたかとか、どんな風に育ってきたのかっていうのを見てほしいというふうに考えるんですけども、僕はそれのもう一段奥で、全人類共通の本能との間ぐらいの領域に、性格というか、欲求の偏りの4つのタイプがあると思います。で、これはちょっと抽象的な話になったのでですね、例えば僕で言えばさっき、このキャラ、見た目、行動、属性みたいなもので自分を説明しました。で、この4つのタイプで言うと僕は、注目型と言われるやつです。で、ここの皆さんもおそらく4分の1ぐらいが注目型です。この他に4つのタイプ、これから説明するやつには、注目、と一緒、指令、なんかこの巨大で使いやすい便利やな。やっぱいい大学校はちゃんとこういう風にこれが掃除してあるんですよね。法則、理想ってなんですけども、今日ここに来ていらっしゃる皆さんはこの4つのタイプのうちどれかに属します。で、今の話を聞いて反射的に自分はどこにも属さないとか、人間はタイプに分けられないと考えた人は全員この理想に入ってます。で、早くも自分は何とか型に違いないと早がてを始めた人は注目です。で、なんか分からへんけど役に立ちそうやったら今日覚えて帰って早速今晩使おうと思ってる人は指令型で、何か売りつけられるに違いないから注意しようと思ってる人は法則です。だってこのパターンやと思ってください。この第一印象で自分を掴んで構いません。多分それで今からやるテスト大丈夫なんです。はい、お疲れ様でした。急にね、画質が良くなりましたね。いやー、わずか7年前でもあの画質で僕らは耐えれたんだっていうふうに思いますけどもですね。今話してたのが、ここに出していた模式図のですね、人間の性格というかですね、内面のあり方っていうのはどういうふうになってるのかっていう話で出してました。つまり、一番上、他人から一番見えやすいところにキャラとですね、見た目っていうのがある。これを外面っていうふうに僕は呼んでます。外面、外面。で、その下に、その人の行動習慣、受けた教育、生い立ち、で、属性ですね、性別とか国籍、性格、ここら辺を僕らは内面というふうに呼んでます。で、外面だけで判断するのはもっと内面を見てほしいという人は、だいたいこの下のことを言ってるんですけどもですね、その下というと普通考えるとか、そこから下はもう本能っていうことになっちゃうんですね。つまり、種の保存本能があるとか、生存本能があるとかですね、まあもしくは食欲があるとかですね、睡眠欲があるとかですね、そういうやつは本能レベルというふうに言ってるんですよ。で、この本能と性格って以上のですね、やつだけではどうも説明できない偏りがあるというふうなことで、その偏りを説明するために、まあ先週から説明しているのが4タイプというやつなんですね。で、これ流してる時にですね、みんなから出てきたコメントの中で、まあまあ、ちょっと答えようと思ったのがですね、本当にそんなに綺麗に4つに分かれるのか。
ってことだったんですけど、これね、割とね、実は4つに分かれるんですよ。っていうのは、2005年からね、2008年ぐらいだったと思うんですけども、4年連続で僕は立教大学のですね、社会学の講義で、特別講義で呼ばれたんですね。でも大体毎年同じ時期に呼ばれてですね、で、その立教大学の講義は1年生、2年生が全員受けれる講義だったんですよ。で、その全員受けられる講義がですね、受ける人数が、1200人ぐらいいたんですね。で、このね、1200人っていうのは、データを取るにはすごくいい数だったのでですね、その1200人を対象にしてですね、立教大学というのは講義を受けた後、リアクションシートというのを返さなきゃいけないんですね。で、リアクションシートに僕これの説明して、で、テストをその場で口頭でやるわけですね。まず、こういうタイプの人、こういうタイプの人っていうふうに、こういう場合はあなたはどうしますか、どう考えますかっていうのをですね、イエスノー形式でですね、だいたい25問から30問ぐらい学生に出すんですよ。で、それを点数つけてもらって、まあ、もちろん問題用紙も配るんですよ。で、つけてもらって、自分が何タイプだったか書いてくださいっていうふうにやってたんですけど、そうすると、一番少ない時でだいたい870人ぐらいかな。で、一番多い時に1200人ぐらいいたんですよ。立教大学の毎年やってる社会学の講義で。で、それやるとですね、まあ、ほぼ綺麗に4分の1ぐらいの数字に、指令、理想、法則、注目というふうに分かれたので、ああ、なるほどと、これって大規模にやればやるほど、この、なんだろうな、ちゃんと4分の1になっていくんだと。確かにね、20人とか30人ぐらいを対象にやってると、偏りがあるんですね。あとは、美術系の学校、お茶の水美術学校とかそういうふうなところでやったときは、やっぱりね、理想型が多いとかですね、そういうふうな偏りはあったんですけども、ほぼ一般の大学でやったら、この立教大学以外にもいろんなところで試したんですけども、2、300人以上のところでやると、きれいに4分の1ぐらいになりました。朝日新聞の、新聞社の中の講演ホールでもやった時があるんですけど、それもやっぱりね、ほとんど4分の1になったのを僕は覚えてます。なので、まあ、こういうデータがあるので僕は、これはほぼ4分の1と考えてもいいんだなと思います。ただ、この4分の1っていうのは僕が口で、テストの目的っていうのを説明しながらなんですよ。皆さんが先週あたりに多分やってくれたと思うテストっていうのは自己判定なんですね。で、自己判定ではなくて、この問題こういう意味で、これどういうふうに考えるのかっていうとっていうのをいちいち解説すると、だんだんこう、正しいところに行くんですけど。じゃあ、なんで4分の1なのかっていうのをまた今コメントであったんですけど、なんで4分の1かっていうと、だからそれはね、かなりね、複雑な話なので、ちょっと後ろの方に置いときます。なんでそういうふうなものを、人間は必要としているのかっていうことになってくるんですね。つまり、本能だけでいいはずなのに、なんでこんなめんどくさい4タイプっていうのが存在するのかというと、それがあった方が都合がいいからなんですけども、ちょっとそれはもっと後で説明します。で、まあ、この1000人ぐらいは無理なんですけども、2、300人ぐらいの時に僕がやってるのが、一番最初にテストやるんですね。で、テストやって、で、指令型、注目型、法則型、理想型と別の席に座ってもらうんですよ。別の席っていうかですね、会場全体を4つに分けて、別に同じ1つの会場の中ですよ。で、4つのグループに分けて座ってもらって、各グループごとに、あなたたちはあいつらのことがなんか苦手でしょって話し方するんですね。で、それに対してあなたたちはこっちのこの人らをなんとなく羨ましく感じてますよねって、の具体的に話すんですよ。そうすると教室の中で、そのフロアの中でどん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 一体感というのが生まれてくると。確かに言われてみれば、自分の中でこの人を憧れる気持ちと、こういう人を蔑む気持ちがあるなというのを、その4タイプの先週話した優位劣位の法則というやつでやると、すごいわかりやすくなるんですね。で、まあ、大体ですね、あんたらが好きになるような、相手というのは男にしても女にしてもです。相手というのは大体ここにいるんだよと。でも実際に付き合うのはこんな奴らなんだよというふうにですね、こう決めつけていって、まあ、だん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 楽しい雰囲気。まあ、まず、これはまあ遊びなんですよ。新手の洗脳ですねって書かれたんですけど、洗脳というのはそれをすることによって利益を得ることを洗脳というのであってですね、僕は別にこれで全くと言っていいほど悲しいほど本も売れてないですし、利益も得てないので、洗脳行為かもわかりませんが、洗脳利益は得てないよな。ということでやってました。答え維持のためだけだったら、もこの図表に戻りますけども、本能で OK のはずなんですよ。しかし、か弱い猿は、つまり人類の祖先はですね、その、
社会集団というのを維持するためにこの4タイプっていうのができたんではないかなというふうに僕は考えています。ちょっとですね、まあ、先週放送した後でお便り来たんでお便り読みます。法則型カッコ仮さん、30代の男性。30代の男性ですね。4タイプ私は法則型でした。私はこの話が好きです。というのもこの4タイプを利用して実際に成功体験をしたからです。ある日私はしょうもない不注意で母を猛烈に怒らせました。謝罪して機嫌を取ろうと思ったけど、いつも逆に母を怒らせてしまいます。この法則型の人はいつもお母さんに怒られた時にですね、機嫌を取ろうとしたら逆に怒られるんですね。今回の失敗の原因がどこにあったのかを明確にし、次回からはここを改善したので、もう同じようなミスは起こさない。これが私自身が一番納得する謝罪です。だからいつもそうやって謝っては母をまた怒らせてました。ところが岡田ゼミの4タイプ講義では、これは法則型にしか通用しない謝罪だそうです。4タイプに当てはめると母は指令型でした。母との思い出を振り返ると、小学校の頃から運動会でのかけっこで私が負けると、私本人より母の方が悔しそうでした。集団下校で私だけ友達から仲間外れにされて一人で帰ってきた時、私は一人が好きなので問題ないのに、母はこれはいじめだと怒り狂って学校に電話をかけました。このあたりの理解できなかった母の行動が、この4タイプで納得いきました。そして今回、母への謝罪です。指令型には手土産を持って謝罪すると効果的とあったので、早速実践してみました。正直私にとって手土産を持っての謝罪は逆効果にしか思えません。失敗の原因を明らかにすることもなく、物で釣ってはぐらかそうとしてるからです。これは私がやられたら不快になります。しかし結果は大成功でした。母は私の不手際を許しただけでなく、つまらないことで怒っていたことを詫びて、さらに久しぶりに息子から物をもらったと喜んで泣いていましたと。私もその時よくわからないけど泣きましたと。この成功体験から4タイプは人生に対して有用であると私の中で判断され、会社や友達付き合いの中でも、あの人はこのタイプだと当てはまるようになって人付き合いが楽になったような気がしますと。まあ、こんだけ読んでみると、なんか週刊誌の怪しげな広告みたいなんですけども、繰り返しますが、これで儲けようと全然思ってませんからですね。こっから先の秘密は、限定でないと見れませんとか、プレミアムないと見れませんって話では全くないんですよ、本当に。使えるから使った方がいいよって話なんですけども、このやっぱりね、指令型の物を、物をもらったら何でもいいって言うんじゃないんですよ。その物っていうのが、ちょっと無理している高級な感じのものであると意味がないんですけども、基本的にはですね、相手のことを完全に理解する必要はないというのが、この話で僕はしようとしたことなんですよね。つまり、理想型、法則型、指令型、注目型っていうふうに分けるのは何のためかっていうと、このタイプは自分には理解できないから、作動原理だけ分かっていれば、この人を怒らせたりしないっていうことが分かっていればいいと。で、このタイプは私に隣に合ってるタイプだから、自分がこういう気分の時といつも同じような人なんだなというふうに思っておけば間違いないと。そういうふうになんか説明してるんですけども。ではですね、大阪大学の講義を利用したですね、とりあえず無料での説明というのの第一弾はここら辺です。まあ、よくわからんが使える。まあ、そうですね。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。